にゃにゃーんどうも、こんにちは。春季美集の春です。えー、っと、春季美集の何オトークで <laughs> えーっと、パート8、まあ、8回目、2020年3月の20日でございます。20日。ね、20日ですね。うん。自分は一体何をやりたかったのでしょうかってことでね。えー、っと、まあ、8回目の今回の テーマテーマ <laughs> テーマかなうん、テーマねー。ないね。<laughs> テーマ、ないんだよ。ね、なんかえど、こういう感じで、ラジオラジオ感覚で聞ける、初期美人のラジオトークやってるけど、ね、話題がないんだ。<laughs> 話題がないんですよ。どうすればいいんだろうねってことで、まあ、ないろ。 ね、今日20日なんですよ。うん。あと、あと4日後にね、ミラゲーポーカー終わっちゃうんですよね。まあ、なので、うーん、なんよね、うん、終わる、終わる、終わる、み、終わる、22,23,24とポーカーやってもいいかなとは思ってるんですけど、もしか、うん、もしかしたらもうちトっとやるかもしれないし、もしかしたら他のダッシュゲームやるかもしれないし、まあ、もしかしたら、 もしかしたら、何か歌ってるかもしれないし、何の、何の、もしかしたら、もしかして、なんか、もしかしたらね、うん、もしかしたら何だよと <laughs>。もしかしたら、てん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 、なんかやってるかもしれない。うん、歌当たってるのか、はたまた、ねえろ、ねいつも通りポーカーやってんのか、はたまた、ダッシュズゲームやってんのか、はたまた、もうオフトやってんのか、はたまた、なんかたたいろいろね、うん、なんか、超、 <laughs> はたまた何やってるねん。ね。まあね、うん。えまあねえろね。ないのねえ、出て、なんもねえ。な <laughs> んもなんもないな。<laughs> まあそうだな。まあね何やってるかわからないんですよ。うん。ねえ。ねえね突然、突然ね、なんか、当たり前の毎日だがね。 壊れちゃうときもあるし、うん、なんか、ね、万引きのルーティンがね、なくなったりしちゃうこともあるんですよ。うん。ね。自 <laughs> 分は一体ね、何を言いたかったんでしょうかってことでね、まあ、ね、何をやってるかはわからないってことでね、なんかね、<laughs> 今日のね、えー、っと、シのンキだけをトーク、ここら辺で終わりにしようかと思います。それではね、また。 明日もやるかなと思いますね。よろしくお願いします。ということでありがとうございました。